それでは武井良樹選手インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。まず現在のところの、コンディションですとか仕上がり具合はいかがですか。はい、コンディションは、いつも通りですね。はい、まあ、今日はもうちょっと筋肉痛バキバキでって感じで、はい、そんな感じでしっかり追い込みながらやってます。今年に入ってから何かこう自分の中でこう変えた部分とか意識してる部分とかそういうのはありますか、練習の中で。ああ、そうですね、意識してる部分特に考えてないですけど、はい、どうだろうな、いつもよりは追い込んでないかもしれないですねあんまり練習してないです。はい、秘策でそれはどういうことですか。そういうことにしておきます。はい、あまり練習してない、はいはい。まあ、改めてですけど、はい、対戦相手のデン・サイム選手、はいはい、のこう印象の方をもう少し詳しく聞かせていただきたい。そうですね、175センチですごい、多分今までそんな大きい選手って多分1回ぐらいしかやったことないんですけど、そのぐらい本当にスーパーバンタムで珍しい身長の高さと、でサウスポーで下がりながら、ミドル蹴る感じの選手だなって思ってます。結構左右にスイッチしたりとか、はい、あとなんかちょっと戦い方もそのいわゆるフィーム的な、はいはいはい、戦い方もしてくる選手なんですが、はいはい、その辺についてはどうですか。そうですね、まあ、そのやっぱ距離取りながら蹴ったりとか、なんかやりにくそうなイメージあるんですけど、まあ、なんとか自分の距離で戦えたらなと思ってます。はい、これムエタイの選手、タイ人の選手がよくやるのが、はい、やっぱりその蹴って離れた、はい、蹴って離れて前蹴りでっていう、はい、相手を近づけさせずにこう自分の前だけで戦うっていうのがあるじゃないですか、はいはい、あれで日本人選手よくやられてしまうんですけど、はいはい、それをやってきた場合、はい、こう対処できるっていう自信はありますか。そうですね、まあまあ、タイ人も3人目なんで、まあ、やっぱ相手の距離でやると本当に自分は全然攻撃当てさせてくれないとか、自分のリズムでやらせてくれないっていうのはもうだいぶ分かったので、やっぱなんとかそうですね、自分のリズムを作ろうと思います。はい、なんかその2戦やったことで、はい、こう武井選手なりのこう対人攻略法というか、はい、こう対人相手にはこういうふうにすればいいなっていう、こうヒントみたいなのってもう自分の中で見えてるんですか。そうですね、やっぱやったことなかった時に比べてやっぱり対人選手のなんかリズムってすごい分かったんで、まあ、今回は、まあ、自信はありますね。はい、その他の国の選手と比べて、はい、タイ人はここが やりにくいよ、ここがタイ人みたいな、それありますか。そうですね、タイ人でやりにくいのは、まあ、リズムとあとその距離感とかあるんですけど、あとすねがすっごい硬くて、はい、連携すごい硬いんで、それちょっと、まあ、一発でももらうと本当痛いんで、それ気をつけます。武井選手もすねを鍛えるためにビール瓶で殴ってるんです。ビール瓶は、はい、やってきます。はい、あとちょっとですけど、はい、しっかり固くしてきます。
まあ、あのタイ人との3試合目ということで、はい、こうやっぱもうよりすっきりこう勝ちたいみたいな、はいはいはい、そういう気持ちはあるんじゃないかと思うんですが、はいはい、そうですね、やっぱそうですね、もう3人目でしっかりやっぱ倒さないと今まで判定だし、ちょっとなんかいつもグダってる試合になっちゃってるので、今回こそは本当にしっかり倒したいなって気持ちと、あとやっぱケイズフェスタで試合数も多いし、まあ、まあ多いんで、やっぱりちょっと自分がしっかり爆発させたいなっていうのはありますね、はい。どれぐらいで倒したいと思いますか？どれぐらい、タイ人なんでちょっとまあ何とも言えないんですけど、はい、まあ自分の技術を全部出し切れたらいいなって思いますね、はい。もちろん一番面白いと言われるような試合をやりたい。そうですね、はい、終わってみて全部の試合見て、武井の試合が一番面白かったっていう試合を見せたいなと思ってます。ちなみにそのまあ軽量級ということで、そのタイ人強豪選手との戦いというのは武井選手自身が望んだ相手ではあるんですけども、はい、あのそろそろ別の国の選手と戦いたいかとか、そういう気持ちじゃないですか？そうですね、やっぱあの、まあ、ここしっかりきっちり勝って、やっぱあの別に僕あのムエタイやりたくて K1 来たわけじゃないんで、まあ、そろそろ、まあ、日本人選手でも上がってきてくれればいいんですけど、はい、あとは、まあ、他の国の選手でも、はい、3人連続ちょっとしつこいなっていうのがあるんで、しっかりここをきちっと勝ちたいなと思ってます、はいはい。その中であの久村選手と金子選手の試合がありますけど、あの試合はどう見てご覧になってますか？どうなんですかね、まあ、あの次の、まあそうですね、試合に対戦相手ってごめんなさい、次の対戦相手に選ばれる試合なんだろうなっていうのを目で見てますね、はい。まあ、どっちが勝ってもまあ面白いんじゃないのかなと思ってます、はい。ちなみに予想などは？予想ですか？予想どうだろうな、僕的に久村選手の方が有利なんじゃないのかなっていうのは思ってますね、はい、はい、なんとなくそれはなんとなくです、はい。まあ久村選手がうまく試合して、金子選手が空回りしたら久村選手で、まあ、金子選手の勢いに飲まれちゃったらやっぱ金子選手の方がまあいいかなと思うんですけど、まあ、うまく久村選手と戦えればいいんじゃないのかなと思ってますね、はい。やっぱあれですか、こうライバルが欲しい、日本人のライバル選手が欲しいって気持ちはあるんですか？はい、あ、そうですね、やっぱありますね、やっぱ日本人同士の方が結構やっぱ注目はされるしってのあるし、はい、日本人選手どんどん上がってきてほしいな、ま、って感じで待ってますね、はい。あの江川選手が、はい、あのまあ、フェザーのチャンピオンになったということで、はい、その武井選手のフェザーあの上げる階級を上げる計画が遅れてしまうわけなんですけど、その辺はどう考えてもらえますか？そうですね、まあ、本当はっていうわけじゃないですけど、まあ、江川がチャンピオンになったおかげで自分はまだスーパーバンタムに入れるっていう感じで、はい、スーパーバンタム級でもう絶対王者をこのまま突き切って、はい、まあ、江川がちょっとでも隙を見せたらとその階級上げて奪いに行こうっていうのはありますね、はい。階級を上げるのは今のところちょっと考えてないと思うんですが、はい、あの以前やっぱりそのいつか武尊選手ともやってみたいっていう話はあったと思うんですが、はいはい、まあ、武尊選手の方が、まあ、残り時間はそんなに残ってないだろうっていう話も今自分でされてて、あまりこう悠長なことを言ってられるこう時間がないような感じも受けるんですが、それについてはどう考えてられますか？そうですね、やっぱそういう匂いはしますよね、やっぱ、はい、まあ、うん、その自分はその武尊選手を引退試合に選んでもらえるぐらいの選手になりたいなって思ってるので、そういうとその時まで僕ももっとなんていうんですかね、レベルを上げていきたいなと思ってます。で、まあ、自分がやりたいっていうより武尊選手がやりたいって思ってもらえないと意味ないんで、まあ、そういう選手に、まあ、間に合えばいいなぐらいです、はい、はいはい。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、はいはい、まあ、試合までも残り少ないんですけど、自分も体調に気をつけるんで、皆さんも体調に気をつけて、ぜひ会場に見に来てください、お願いします。